皆さんこんにちは、コタンクロカムイのクロです。この前食べた支笏湖のチップ料理の味が忘れられない、キムンカムイのもんだぜ。私はお刺身を食べたけど、あれは美味しかったわね。おう、また食べに行きたいぜ。なあコロ、この前アイヌと和人の戦い、コシャマインとシャクシャインの戦いについて話してくれたけど、他にもクナシリメナシの戦いってのがあるって言ってたよな。そうね。気になってしょうがないから、その話を教えてくれないかな。わかったわ。それじゃ今回はアイヌ民族最後の戦い、クナシリメナシの戦いについて話していくわね。お、よろしくお願いするぜ。クナシリメナシの戦いは1789年に道東で起きたものよ。これはクナシリとメナシって人が戦ったのか。ま、前が先導した市長の名前だったからね。クナシリは今のクナシリ島近辺、メナシは今の羅臼町から標津町あたりの地名を表しているのよ。そうなのか。この戦いを解説するなら、まずこの時代の松前藩について話さないとね。うげ、松前藩か。ムンは松前藩が嫌いなのかしら。だって不平等な取引をしたり、和平に来た釈社員やアイヌを暗殺したり。まあずるいところはあるけれどね。この時代の松前藩の藩主は松前道広。蝦夷地は本州のように米で年貢が払えないから、幕府よりアイヌとの唯一の貿易を認められ、それらの物資を本州で売ることで財政を立てていたわ。でもどうせ公平な交易じゃないんだろう。最初は松前藩士や家臣が直接蝦夷地でアイヌの人々と交易していたんだけれど、本州との取引の商船を出せるのは年に一度で、アイヌ側の酒の不良もあってだんだん商人への借金が増えていったの。経営の才能がなかったんだな。そして次第に商人に任せるようになり、その運上金と輸入業税を松前藩は商人から受け取る馬商請負税になっていったわ。交易品には和人側からは米、酒、鉄製品、ガラス玉などの食料や生活物資が、アイヌ側からは毛皮、和紙のお金、昆布、鮭などの産物が扱われていたそうよ。特にラッコの毛皮は人気があったんですって。その乱獲で今数が少ないんじゃないのか。そうだと思うわ。あと熊の肝やオットセイなどの希少価値がある産物もあったようね。ゾワゾワ。そして本州から特に需要があったのはニシンやマスからできる肥料で、金越と呼ばれていたの。魚で作った肥料が人気だったのか。今の時代はいろいろな肥料があるけれど、この時代本州は自分たちで草から作った肥料だったからとてもよく売れたそうよ。そうなのか。商人たちはより多くの資源を集めるためにアイヌに網縄漁で漁をさせ、物資だけじゃなく労働力として働かせるようになっていったわ。利益を追い求めるとそうなっていくんだな。そして特に戦いに関わってくるのは、国後馬商請負人の飛騨や初代竹川久兵衛益之は、手つかずの森林から木材を加工して新たな産業を見出した英雄と言われた人なんだけれど、三代目久兵衛益康の時に手代の川右衛門が3000両の大金を横領してクビになったわ。3000両って今のお金だとどのくらいなんだ。1000両が1億3000万円ほどだから約4億円ね。そう、そんな大金を。横領犯である開門は逆恨みして松前藩の重臣に取り入って飛騨屋の山林伐採の権利を奪って自分のものにしてしまったわ。しかし利益を上げられなかった後に不法行為を働き捕獲。横領して逆恨み、でもなんでそんな奴に権利をやるんだよ。いろいろと贈り物をされていたんでしょうね。しかも捕まっても今度は京都の医者の甥に頼んで公家の西の当院家に取り入り、松前藩士の地位まで手に入れるのよ。悪知恵が働くというか憎たらしいやつだな。そして一方の飛騨屋はというと、松前藩へ8000両もの多額なお金を貸していて、それを払えない松前藩に対して5000両まで負債を引き下げる代わりに、えともあってしキータップ国後の請負契約をすることに。これを機に山から海の事業へと転換するの。借金があるのによく権利奪えたな松前藩。それでもまた開門が嫌がらせをしてくるのよ。もういい加減にしろ。今度は藩士の権力を使って言いがかりをつけて荷物を没収したり、取り調べといって15日間の閉店を命じたり、さまざまな営業妨害をしてきたわ。イラ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 。そこまでされたら飛騨屋も黙っていない。
横暴を許す松前藩に対して江戸や故郷の代官などあらゆる人脈を使って幕府に訴状を出したのよ。これがいわゆる飛騨公訴事件で、とうとう堪忍袋の尾が切れたんだな。これに慌てた松前藩は赤右衛門を死刑にし、はかりごとをしたとして湊源左衛門と柿崎広重を追放したわ。諸悪の根源が罰を受けるのはいいけど、それを許可した松前藩にも責任はあると思うけどな。そうね、この事件をきっかけに幕府は松前藩の行政のやり方を疑うようになっていくわ。しかも他の商人たちからも控訴されて10万両以上費やしてしまい財政難になるの。そして追い打ちをかけるように天明の大飢饉で米の確保も難しくなったわ。自業自得なところがあるけど、これってどうするんだ。商人から御用金を集め運上金を釣り上げたのよ。それってただ負担を下に押し付けただけじゃないのか。そうね、負担は下に下に行き、結局は弱者が虐げられてしまうのよね。同等の口馬賞を請け負った飛騨屋、初めて国後島に商船を出すも、アイヌの首長月の絵が乗り込んできて交易品の数々を奪われてしまったの。お、アイヌも強硬なんだな。月の絵を兵糧攻めにするため商船派遣を取りやめるけど、それでは商売ができない。天明2年、ようやく月の絵が詫びを入れてきたと思えば、その4年後には幕府が調査団を送り込み、幕府から貿易中止を言い渡されたの。せっかく転身したのにうまくいかないな。利益を上げようと躍起になった飛騨屋は増す量に力を入れるようになり、より安い賃金でアイヌを働かせるため恐喝、暴力、虐待によって強制的に働かせたわ。無理やり働かせるなんてひどすぎる。1789年、寛政元年5月、病気中のアイヌの首長三吉がたまたま運上屋から酒をもらって飲んだところ、ほどなくして死亡。番屋から食べ物をもらった豆狩りの妻も死亡した。これは前の借社員の時と同じになるんじゃないか。そうなの、飛騨屋の部下たちが脅し文句でお前らは皆殺しにすると言っていたから、実際にやってきたのだと思ったそうよ。日頃から言われてたんじゃそう思うよな。そして飛騨屋との商取引や労働環境に不満を持った国後場所のアイヌが蜂起。アイヌの和人への不満がとうとう爆発したんだな。最初に立ち上がったのは41人、中心となったのは先ほど出てきた豆木、奥さんが亡くなった人だな。そして三吉の息子小西アイヌも加わり、国後島にいた松前藩足軽を含む22人を殺害。さらに根室、士別のアイヌも加わり、最終的に計130人が参加したわ。そして飛騨屋の船を襲撃して、合わせて和人71人が殺されたわ。怒りの勢いが止まらないな。松前藩は鎮圧隊260人余り、鉄砲85丁、大砲3門、馬20頭を持って赴き、また幕府は弘前、盛岡の両藩に出兵準備を命じたわ。うわわわ、今度は大砲まで。しかし全面的な軍事衝突にはならなかったわ。なんでだ。戦いに参加したのは飛騨屋の下で働いていた若者がほとんどで、ロシアとの関係もあり、松前藩は早くこの戦いを終わらせたかったのよ。なんでロシアなんだ。この頃のロシアの皇帝がエカチェリーナ2世で、ロシアも毛皮などを求めて蝦夷地に南下してきていたのよ。前に聞いた北千島アイヌがいなくなった要因の一つか。反乱を起こしたアイヌたちがもしロシアと手を組んだら、下手したら国同士の戦争になるじゃないか。最悪の事態を恐れて松前藩はアイヌの首長たちに鎮圧に協力するように指示を出したわ。同族が戦っているんだから協力しないんじゃないのか。前の戦いでもそうだったけど、アイヌは一枚岩じゃないのよ。あ、そうだった。しかもこの頃はアイヌの間でも階層文化が進んでいて、和人と友好関係を築いて富を得ている首長たちからすると、松前藩が負けたら困るのよ。偉くなるとそうなっちまうのかな。自分の利益だけじゃなくて、正面から戦っても勝てないし、和人との交易がないともうアイヌは生きていけない生活になっていたからね。そっか、狩猟だけの生活じゃなくなっていたんだな。説得は成功し、根室半島のノッカマップに国後、目なしのアイヌ314人が集められ投降したわ。良かったのか悪かったのか、もう俺にはわからないぜ。時代や立場によって見方は変わるからね。取り調べの後、
37人の主犯格とされたアイヌが重罪によって死刑を言い渡されたわ。そうか。その中には取り調べに協力した月の絵の息子のセッパヤも含まれていたわ。協力した市長の息子でも許されないんだな。刑の執行が牢から一人ずつ引きずり出しての斬首、見せしめの意味もあったんだろうな。指導者だった豆切りから始まり、5人目が終わった時に牢内が騒がしくなり始めた。一体どうしたんだ。あまりにもひどい仕打ちに、牢の中だけじゃなく見ていた外のアイヌたちが、ほいほいほほほいほいほほ、これはペウタン家じゃねえか。そう、カムイに向かって危機を知らせたり、呪いの言葉でもあるペウタン家の叫びを上げながら牢を壊そうとしたの。騒ぎになることを恐れた松前藩士たちは牢内に鉄砲を打ち込み、逃げる者を槍で突き、結局大半を殺害した上で改めて遺体の首をはねていったの。なんて悲惨な光景なんだ。とても恐ろしいわよね。そしてこのようなことが起こらないよう、市長たちを松前藩主に謁見させるため連行37人の首は塩漬けにして持ち帰り、松前城下に晒し首にしたのよ。ブクブク。ちょっとムン、大丈夫？はっ、ごめんごめん、ちょっとめまいがしたぜ。ショッキングな内容だったものね。なあ、これってまさか市長たちも殺されるんじゃ。それは大丈夫よ。ムーンはこの絵を知っているかしら？なんか見たことあるぜ。これは松前藩士の異母帝である柿崎波郷が描いた、松前藩に協力したアイヌの首長を描いたとされる一周列像よ。でもこの絵、なんだか違和感があるんだよな。そうね、実は12人の首長を描いたこの連作のうち、スケッチできたのは5人だけで、衣装も藩が用意したものだったり、西洋や朝鮮の織物や飾りをあえて描いて、和人とは血が、異様が出るように意図して描かれたものだからね。なんでそんなことしたんだ。松前藩はこんな屈強なアイヌを味方にして戦いを鎮圧したというイメージを外にアピールしたかったのよ。今でいうイメージ戦略、いやプロパガンダか。作品の描かれた経緯や資料とは言えないにしろ、絵としては評価され、京都の名士たちからも称賛されたそうよ。俺も絵はわかんねえけど綺麗だよな。この絵は函館市中央図書館が2点所蔵していたものの、他の10点はなぜかフランスのブザンソン美術考古学博物館で1980年代に発見されたの。一体なんでフランスにあったんだろうな。国後、目なしの戦いをきっかけにロシアとアイヌの結託を恐れた江戸幕府は、アイヌと幕府が直接取引をするように進め、飛騨山を請け負っていた場所を没収され、出身地の飛騨に引き上げていったわ。松前藩もこれで悪いことはできなくなるんじゃないか。だからこそ松前藩は絵を使って、蝦夷地のことは我々に任せていれば心配ないというアピールに必死だったのよ。幕府に入ってこられるといろいろ都合が悪かったんだな。そして今後、アイヌは和人の経済体制に完全に組み込まれることになるのよ。完全にアイヌとしての生活はできなくなっちまうってことか。カムイの俺たちにとったら悲しいことだな。それだけではなくて、和人が大量に入ってくるようになったことで、和人によるアイヌの迫害は一層ひどいものになっていくのよ。戦いで服従を誓わされたしな。奴隷のような扱いをされるってことか。そう、北海道の名前をつけた松浦武四郎の知床日誌には、女はもはや16、7にもなり、夫を持つべき時に至れば国後島へやられ、諸国より入れ来る両者船方のために身を自由に取り扱われ、男子はメトル日にならばやられて昼夜の別なく攻めやはれ、その年盛りを百里外の離島にて過ごす事故、ついに生涯無妻にて暮らす者多く、と記されているそうよ。ひどいな。松前藩の苦難はまだまだ続くのだけど、アイヌと和人の戦いの話はここまでにするわね。ああ、こんな悲惨な歴史があったなんてな。前回も言ったけど、こういった歴史がある上で今の歴史があることを知っていただけたら嬉しいです。少しでもアイヌや北海道について興味を持ってくれたらいいな。そうね、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。話を聞いてどう思ったのか感想なんかもコメントで聞きたいぜ。それでは次回の動画まで。したっけね。